4月20日、18列目、開花の様子です。バタフライ系はほとんど終わりました。あと赤花のチューリップは摘んで残りのやつになります。残りのやつが結構綺麗に咲いてきました。マンゴーチャーム、だんだんピンクになってきましたね。ここは数年育ててたチューリップになります。6年くらい育てたかな。あとこっちはいろいろミックス、黄色だんだん終わりかな。でその後咲いてくるのがいろいろです。赤い花摘んだ後がいろんな花咲いてくるので結構綺麗です。あ、チョコ色のチューリップも咲いてきましたね。いろんな花がありますね。赤い花で分かんなかったけど、その後がいろいろ可愛い花咲いてます。あとはこの辺は終わって、最後に残った水仙、妙見やサーウィストンチャーチル、タヒチとか残ってました。18列目でした。